ナンバー・アイ、初の雑誌表紙登場、ラブレターの文通がテーマ。日本のエンターテインメントシーンに新たな風を巻き起こす注目の男性アイドルグループ、ナンバー・アイが11月15日に発売される雑誌、ナイロン・ジャパングローブル・イシュー・04の表紙に初登場することが発表されました。 平野紫耀、神宮寺勇太、た、岸ゆ太によって結成されたナンバー・ I は新たな視覚的体験とともにラブレターの文通をテーマにした魅力的なストーリーを展開します。新グループナンバー・ I の誕生は10月15日に行われた東京ドームからの生配信イベントで発表されました。 ファンにとって長らく待ち望まれたこの瞬間は大きな注目を浴び、その後の動きが楽しみにされていました。そして今回の雑誌表紙登場は、その期待に応えるものとなりそうです。ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙とバックカバーにナンバー I が登場し、特集のテーマはアクスチャンギングラブレターズ、ラブレターの文通となっています。 このテーマは、グループのメンバーそれぞれが読者を思いながら作り上げたスタイリッシュで力強いクリエイティブなストーリーの一部として表現されています。彼らの個性が凝縮されたアート作品も楽しめ、ファンにとっては必見のコンテンツと言えるでしょう。 ナイロンガイズのカバーストーリーでは、はかなく美しいビジュアルが展開され、ガーデンではしゃぐ3人が作るトーテムポールというキーワードのもと、三者三様の愛が表現されます。これに続くストーリーのラストでは、平野志洋がメンバーを代表して読者のラブレターを受け取る場面が描かれ、感動的な瞬間となっています。 この特集にはメンバーのロングインタビューも掲載される予定で、その中には1万字以上にわたる内容が含まれるとのこと。ファンにとってはメンバー自身からの率直な言葉やエピソードを垣間見る機会となるでしょう。特筆すべきは今号のナイロンジャパングローブルイシュー04が全ページとも日本語と英語のバイリンガル仕様であることです。 これにより、国内外のファンに向けて幅広い情報を提供することができ、海外での販売も予定されていることから、ナンバーアイの国際的な人気を高める一助となることでしょう。さらに、海外版、ナイロンでもナンバーアイに焦点を当てた特集が展開される予定であり、これは雑誌のみならずウェブでも公開される予定です。 これにより、ナンバー・アイの音楽とエンターテインメントが世界中のファンに広まる可能性が高まります。ナンバー・アイの平野市を、神宮寺勇太、た、岸ゆうたが、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙に登場することは、彼らのファンにとって待望の瞬間であり、アイドルグループの新たな展開に期待が高まっています。 ラブレターの文通をテーマにした特集はメンバーそれぞれの個性を活かしたクリエイティブなストーリーと美しいビジュアルでファンを魅了することでしょう。ナイロンジャパングローブルイシュー04は日本語と英語のバイリンガル仕様で国内外のファンに広く情報を提供することができるためナンバーアイの国際的な人気を高める一助となるでしょう。 また、海外版、ナイロン、でも特集が展開され、これによりグループの音楽とエンターテインメントが、ますます多くの人々に届くことでしょう。ナンバー、アイの未来は明るく、彼らの才能と魅力が世界中で広まることを楽しみに待ちたいと思います。